ビーバス。はい、ここを登録してね。うわ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 おいおい捕まえた、かわいい2匹の子猫ちゃん。二人とも遊びは終わり、パパはもうお仕事に行かなくちゃ。おお。パパ、もっと遊んで。お城だってまだできてないの。お城作って。はあ、パパはもう行かないと、パパが来るのを待ってる人がいるんだよ。時計の針がここまで来たら帰ってくるからね。いいかい？いってらっしゃい。ちょちょさん、大人はなんでお仕事するのかな。私の声が聞こえないみたい。お、あ、どうしたんだ。大変だ、車が故障した。あ、パパの顔が真っ黒。お、ああ、すみませんすみません。ああ、車が飛べたらいいのに。あれ、おお、はい、ゆっくり。おお、さあどうぞ。はい、わあ、また動き出した。ありがとうございました、おまわりさん。いいえ、私の仕事ですから。おお、わあ、おまわりさんのお仕事って大事なんだな。あ、急がなくっちゃ。あ、パパ待って。
のパパさん、どうしましたか？いや、ウサギのお医者さん、実は転んで足を怪我してしまって。心配しないで、見てみましょうね。はい、いいですよ。だいぶ良くなったみたいです。ありがとうございます、先生。いいえ、私の仕事ですから。ではまた。さようなら。お医者さんのお仕事って大事なのね。あ、パパ待ってよ。猫のパパ、やっと来ましたか。乗り物が故障したんです。パパ、僕これに乗りたい。お、わかりました。すぐに見てみましょう。ここが問題だな。猫のパパ、なんて素晴らしい。本当に助かりました。いえいえ、私の仕事ですから。パパはこんなにたくさんの人を助けるお仕事をしてたのね。パパ帰ってきたの？ギャオ。巨大怪物だぞ。パパ、今日もたくさんの人を手伝ったの？そうだよ。じゃあ次はおちびさんたちのお城を作るとするか。僕の方が早いぞ。前をよく見る。大丈夫かい？ちゃんちゃん、あれ見て。チョコ兄さんちの人参みたい。俺に任せて。チョコ兄さんに知らせよ。人参を植えたらご主人様が褒めてくれるぞ。チョコ兄さん、チョコ兄さん、チョコ兄さん、人参が逃げてくよ。何？人参が逃げるだって？まったく嘘も休み休み言え。人参に足が生えたっていうのか？俺の人参。どこ行った？よし。何か感じる。こっちに行ってみよう。ここにあるぞ。チョコ兄さん、見つけたよ。おこの中。何もないけど。おかしいな。確か
かにここなのに。音がしたんだ。どうして出てこないんだ。ちゃんちゃん、力を合わせて。こうすれば、人参が頭を出したら葉っぱをつかむんだ。そしたら、僕が根っこをつかむ。あそこだ。そうすれば、絶対に逃げられない。そうさ。そしたら、チョコ兄さんが。あれ、チョコ兄さんは。人参があそこに。あー、糸電話が故障した。今度こそ捕まえてやる。チョコ兄さん。静かにしろ。俺の足。ごめん。小さい声で。俺の捕まえろ。お前のせいだ。こうなったのは。チョコ兄さん、ジャンジャンはね。お前も同じだ。お前に会うとろくなことがない。あ、チョコ兄さん、チョコ兄さん、あそこを見て、人参が畑の方に行くよ。早く行ってみよう。今度こそ絶対に逃がさないぞ。何かいい方法がある。今考えてるとこだ。あ、いい方法がある。待て。気をつけろ。ジャンジャン、ここだ。ここ動くな。俺の畑が。じっとしてろ。やった。なんだピピか。やっぱり人参が歩くわけないか。俺の人参を返せ。僕のだよ。なんで人の人参を返せって言うの。嘘つくな。これは俺が植えた人参だ。よく見てよ。僕のは細長い。兄さんのは丸いじゃないか。あ、本当だ。それは。やばい、逃げろ。じゃあさよなら。チョコ、肥料買ってきたぞ。人参大きくなったか。なんだこりゃ。よし、できたぞ。やった。おいしいたい焼き食べたい人。はい、私たい焼き大好き。わあ、すっごくおいしそう。ちょっと待った。何か忘れていないかい。何？食べる前に手を洗わなくちゃ。手を洗うの。お腹ペコペコ。ねえ、たい焼き食べちゃおうよ。
パパ、お腹が痛いよ。僕も痛いよ。大丈夫、パパが病院へ連れてくから。どこが悪いか見てみようね。何に汚れて、君たち食べる前に手を洗わなかったのかい？洗わなかったのか。食べる前に手を洗わないとバイ菌がお腹に入っちゃうんだよ。バイ菌は悪さをするのが大好きだからね。お腹の中で暴れて痛めつけるんだ。心配ない。先生が直してあげよう。パパ！ああ、パパ、もう痛くないよ。よかった。先生、ありがとうございます。手をきれいに洗う方法を教えてあげよう。あ、
きい。乾電池どこに売ってるのかな、うん、うわ自販機だ。乾電池を押して、乾電池だってどうしよう、あった、乾電池が出てきた。よかった、バレなくて。服、ここに絶対に来ちゃダメ。ダンダダンダダンダン。なんで自販機が？サイダー飲もうっと。どうしよう、サイダーないのに。なんで出てこないんだ？いい手がある。俺って頭いい。もう一つ買おうっと。何を買おうって？とにかく方法があるはずだ。リンガ。食べかけのリンゴじゃないか。おかしいな、困ったな。あの手があった。新しいリンゴに変わった。自販機が勝手に物を交換してくれるの？ミュウ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 、ちょっと来て。とっても不思議な自販機なんだ。不思議な自販機ですって？本当に？一回試してみなきゃ。どうしよう、ミュウミュウは頭がいいから。じゃあ私はレモンジュース。レモンジュース？どうしよう、レモンジュースってどんなだっけ。とりあえずこんな感じ。あら、これレモンジュースじゃないけど。あら、本当に交換してくれるのね。ほら、言った通りだろ。違うわ、これでもない。それじゃあ今度は牛乳。牛乳？それならここにある。絶対に失敗できないぞ。キキ、早く
出てきなさい。わかってるのよ。ミュミュ、僕が自販機を壊しちゃったんだ。壊した？うん？見て、壊したんじゃなくてコンセントが外れてただけ。ベビーバス自販機です。あ、本当だ。僕もやってみる。反応トレーニング始め。はい。わあ、キャッチ。すごい。エネルギーを補充しなきゃ。続きをしよう。オッケー。あ、緊急事態発生。ママ、ボール取っといて。いい匂い。ママ。何が起こったんだ？アリは昆虫類で体は小さいけど力は強い。チームで仕事をする昆虫界の運搬の専門家だ。蝶々夫人のところに荷物を運ぶ途中でトラブルが生じた。アリたちがぐるぐる回って先に進まない。それで蝶々夫人が救助を要請してきた。すぐに出動してくれ。キキ、ミミュー、救助隊、緊急出動！ミュミュ救助隊が早く来ないと。あ、やっと来た。地図ではあの辺よ。ん？小さくなれ、着陸。やっと来てくれた。もう心配いらない、僕らに任せて。ミュミュ、早くアリさんを検査して。うん。検査装備作動。出たわ。過労で倒れたのね。過労？じゃあエネルギーを補充しなきゃ。あ、目が覚めた。お、どこ行くの？どうして戻ったの？あ、本当に変だな。原因があるはずだ。調べてみるわ。アリは普通戦闘アリの後について更新するものだから、戦闘アリに問題が生じると他のアリまで迷子になってしまうんだって。あ、今さっき風が吹いた後戦闘アリの姿が見えなくなったわ。どこに行ったのかしら。探してみよう。スキャン。
目標発見、あそこだ。助けて、助けて、助けてくれ、助けて。泥沼にはまってた。キキミュウミュウ救助隊だね。そう、今助けるよ。スーパーロープラン。本当に助かったよ。とんでもない。早く帰ろう。その場に止まれ。足揃えて更新。全員無事でよかったわ。1、2、はい、1、2、1、2、1、2、1、2。大変だ、強い風がまた。気をつけろ、卵を保護するんだ。私の赤ちゃん。ですか？早く赤ちゃんを助けて。僕に任せて。私たちも行く。飛ぶのが早すぎる。本部に支援要請しよう。カカ、またトラブルだ。モモを呼んでくれ。了解。モモ飛行士、キキから支援要請だ。今すぐ出動しろ。飛ぶモモのお出ましよ。なれ。ヘリコプターバス到着。モモ見て、卵がついた葉っぱが風に飛ばされてるんだ。位置を教えるから卵を助けて。了解。右の方に飛んでいった。左の方にも。わあ、やった、本当にすごい。もう一つも。そう、そう。あ、飛んでっちゃった。早く追いかけろ。よく見て。あ、早く。あ、木の枝に引っかかっちゃった。大変だ、急げ。みんな、準備はいいかい？はい。よし。左。もうちょっと右。危ない。スーパースピード。本当に助かりました。これもみんなキキミュウミュウ救助隊のおかげだよ。バイバイ。バイバイ。
キキミミュー救助隊。外に出て遊びたい。ああ、早く起きて、誰かジュースを買いに来たよ。ふんふんふん、よっちょ。どれにしようかな。お願い、私を選んで。よし、あれに決めた。ひひっ、あダダダダダー。ねえ、どうかしたの？自販機に私しか残ってないの。私も外に出て遊びたい。でも、出られないの。じゃあ助けてあげるよ。本当？そこにコインを入れて、オレンジ色のボタンを押せば出られるわ。でもコインなんか持ってないぞ。そうだ、猫の貯金箱。は、ついてきて。かよいかよい。ここにあったと思ったのに。こんにちは、猫の貯金箱さん。かゆいところがあるみたい。じゃあ僕たちが書いてあげよう。1、2、1、2。ねえ、お願いがあるんだ。コイン一つくれないかい？持ってきた？じゃーん！ほら見て！よかった！早くコインを入れよう。高すぎて届かない。こうしたらどうかな。そうしよう。僕たちがもうちょっと大きかったらな。大きくだって？みんなでピラミッドを作れば高くなるよ。そりゃいい。みんなを呼んできて手伝ってもらおう。来たよ。
うわ、もう少し右。よいし、よいし、よいし。いやいや、もう少し左。よいしょ、よいしょ。オッケー、止まって。切れていいよ。はい。友達を助けるのは当たり前だよ。